さあどうでしょうか。あーちゃんのインスタライブフルムーン編です。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。来てくれたありがとう。来たぞありがとう。おかえりただいま。ちょっとね電波悪すぎて Wi-Fi をちょっと 5G の方に変えました。どう？聞こえやすい？うん、いいですか？さあ今日はですね、スーパーエイトさんのフェスに出演してきました。イエーイ！そうだから今日はライブ仕様で目がねキラキラになってる。スーパーラインストーンだよこれ。マジスーパーラインストーン。ほんまに光り方が違うんよ。普通のストーンとね、これはもうね、使うとる石が違うんか、カットが違うんか、なんでなんか知らんけど、もうね、もう見たらわかる。それぐらいギラギラ。ね。じゃあ、今日はフェスを、遠くから応援してくださっていた方も、今日という日を、一緒に過ごした、フェスにね、一緒に来てくれた人も、今日という日、仕事で一日中大変だった人も、育児に追われ、今日も家族に尽くした人も、いろいろな人も毎日お疲れ様です。そして今日もお疲れ様でした。乾杯！ドチーン！これは美味しいね。今日はですね、こちらでやってます。はい。ウィルキンソンのレモンでやってます。やっぱこれがね、このレモンが好きなんだよね本当に。で今日はちょっとライブ頑張ったしね、で前日はねちょっと頑張って節制してましたので、じゃじゃじゃーん。チョコレートケーキ買ってあったんだよ。こちらとですね、こちら、山梨のね、島村農園さん、さくらんぼ狩りに行ってきまして、そちらでいただいた、紅秀峰でとですね、これ、合算錦っていう、これ一粒500円くらいする。マジ高級さくらんぼ。こちらをいただきたいと思います。用意してあるんだよ。みんなは何食べるの？もうこんな時間には食べない？偉いね。私は頑張ったのでいただきます。イエーイ。今日はね大盤振る舞いっとな日なの。たこ焼きも食べたからね、ククルさんの美味しかった。いただきます。うーん、うまっ。美味しすぎる。こんな時間に食べるのって書いてあるけど、いいのそんな日があっても。うん、また明日から運動しよう。毎日毎日運動。毎日毎日ってなるともう続かないでしょ。だから時たまこういったものをこんな時間にも食べちゃいます。こんな時間にって思っちゃうと心に良くないけん、ゼロキロカロリーって思って食べる。あとは本当に美味しいって思いながら食べるっていうことね。うん、本当に美味しい。あのね、チョコケーキが一番好きで、っていうかチョコが好きだから、チョコレートはね、もちろん砂糖を使ってない、なんかアガベシロップで作ってたりとかさ、白砂糖入ってないね、乳製品も入ってないチョコレートとかも結構好きだから、毎日カバンに忍ばせてシャネルの中にチラッて入ってる。あれもよく食べるけど、フルーツも大好きです。こうやってさ、色がいろいろで可愛いよね本当に。ソースイート、いただきます。うん、うん、おいしい。うん、これは紅秀峰。うん、
チョコから食べたのにさ、マジで甘いんだけど。そしてこちらがザフサン錦。気やかい。あ、ココちゃん見てくれてる。ココちゃんママかな。わーるさん。これはね、本当に練習法は歯ごたえがめっちゃいいわけ。なんか砂糖錦とかさ、よくブランドのさくらんぼあるでしょ。あの紅秀峰ってやつなんだけど、これもブランドのねさくらんぼなんだけど、なんか食感がパリンってするの。パリーン、サクーでジューシーって感じ。ほんで味が濃い、ほんまに美味しい。で合算錦はなんかね芳醇って感じ、ね、なんか酸っぱいのがキャーンってくるのがないの。芳醇っていう、そういう感じ。合算錦ね、はい、今島村農園さんでねまだやってますからね。でももう今年はねちょっとあんまりね、不作だったのかな。不作って言ってもって感じだけどさ、やっぱり農家さんはさ、その小さな数が大変なことになっちゃうからあるのかもしれないけど、美味しかった。本当に桜も大好き。はい、こんなのをいただきながら今日の話をちょっとしていきたいなと思うんですけど、まずね、あのね、出番が2番目だったんですよ。フェスで2番目に出たりするのとか本当に久々だったから、あのなんだろう、もうお客さんもまだ緊張してるし、何よりもう私たちが死ぬほど緊張しちゃって恥ずかしいねほんまに緊張して、なんかもうリハーサルの時からもそうだけど、ガタ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 ってなっちゃって、まあとはいえさ、時間が来てしまうし、あの私らも今年25周年になるわけじゃん。デビュー20周年、もうえらい経つね。やけんさ、まあやりきらんねんけん、ほいで、まあ、やろう言うて、でもそれまでもね、あの いろいろ練習していったんですけども、隠し玉を1個用意してね、それで行ったわけ。まあ2個かな、うん、あ、3個かなまず1個はザライトという新曲を日本で初めて披露しました。イエーイ、みんな見てくれた。あの歌はね、あのダウンロードは始まってるんですけども、今アジアツアーパフュームやってまして、それでそのアジアツアーのところに新曲ってことで披露してるんですけども、あのね、なんというか新しいのに懐かしい感じっていうかっていう曲なわけよ。そうじゃけん、あら、ベビちゃんこれダメよ、ベちゃんダメこっちにあれ、ここにあんの、ケーキを狙っていますうん、そう、ま、曲を聴いてもらったら分かると思うんだけど、あれは70年代なの60年代なの、なんかあの本当にね、聞いてると病みつきになっちゃう感じで、なんか見たことあるってか聞いたことあるかもってなんか思っちゃうような、そんな曲なの。でも私らは89年生まれなのでその時代を知らないんだけど、でもそんな人でもそんな風に思えるっていう、で体も動き出すしっていう、ほいで途中でああああっていう、あのみんながこうやって言ってくれるシーンがあるわけね。それが教えてないのにお客さんがめっちゃ歌ってくれたんよ。もうそれはこの間の香港でももうめちゃくちゃ嬉しかったんだけど、日本でもそうなってました。みんな感がいいよねありがとう、本当に嬉しかった、うん、でも私は本当にもうなんかせーいとかせーのとかなんかもっと言いたかった、一緒にとか一緒にあーあーあーとか言いたかったの、せーの、あ、あ、あとか一緒にやりたかったんだけど、もうそんな余裕も全然ないぐらいに死ぬほど緊張しちゃってたから。そう、でもそれもこれもその前の MC で、なんか本当
なんか声出しとかちょっとやろうかなと思ったら、男子イエーイみたいな、女子イエーイみたいな、そうでない人イエーイみたいなことをやって、まあ自分の気分でね、声出してねみたいなことを最初に言ってから入ろうかなって、なんとなく自分の中でこう感覚的に思ってたんだけど、なんかもう MC の時間がそこ2分半しかなかったんよ。その全体が40分でやってくださいってことで受けてたから、超えちゃいけんじゃんね。おいじゃけもう MC をキュキュキュッとしていくしかないってなってて、それはそうだって私も思ってたから、もうキュ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 ってやらにゃいけん思ってたら、もう水飲んだらもうすぐ行くにゃみたいなぐらいの感じですぐね、まあ行ったの。でもだからそこにもう本当にいろんなこと言いたいことはあるけど、とりあえずスーパーエイトさんライブを開催してくれてありがとうってだけ言ったの。それはもう全部を全部全部ひっくるめて、スーパーエイトさんライブ開いてくれてありがとうになったんだけど、それで新曲のじゃライトブーンって始めてて、あれもうちょっと喋った方がよかったんじゃない、だってこの歌新曲だしみんな知らないよってなって、で、あ、でもその次がねラブクラウドって歌だったんよ。でけん、あ、最初の前奏でノッチが喋るけんそれで大丈夫じゃんと思って、つくちゃ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 陽気に私と歌手がこうやってクラップクラップしてたわけ。でもそしたらつくちゃ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 、あれノッチ喋んなかったみたいな、なんで喋んなかったの今のそこいつも喋ってるじゃん、 I don't wanna dance みたいな来る。はぁ、本当にね。だからもう新曲、それでラブクラウドは去年の新曲、新しい、まあ新しめの曲で、それで、とっておき2つ目、それがコラボだったんですよね。今回はまるさんと、村上さんが一緒にやってくれて、だから今のスーパーエイトさんはコンプリートだね。もう何度もいろいろこうやってコラボさせてもらってるけど、その中で村上さんはもう何回もやってくれたよ。村子って言ったりとか、今日はムータンって言ってた。かわいい。ほんと、もう全然スタイルも変わらなくて、超スタイル良くてさ、もうヘルシー、健康的で、めちゃくちゃ尊敬するんだけど、マルさんはダンスをね、ジャニーズジュニア時代以来やったみたいな風に言ってたんだって。でもさ、もうほんま負担が大きすぎるよ。だってさ、3日間もやるよんよ。でその中でさ、それぞれさ、一人ずつもいろいろコラボしていくし、かつグループでもコラボするしみたいなやるんよ。もうほんますごい、もう頑張り屋さんの極みじゃね。ほいで3日間あるうちで、まあ、ワニマさんとやったりとか、まあ、うちらはね2日目だったけど、3日目はね、だって大地さんとか出るらしいよね。え、ほいじゃけどね、やるって決めてくれて、ほいで丸さんと村上さんがリハーサルにみきこ先生とイレブンプレイの子たちと入ってくれたわけじゃけども、もう1日目やってくれた時はもう正直途方に暮れとっちゃったみたいじゃわ。だけどそりゃそうだって、うちらもだってさ、このワンルームディスコさ、もうずっと踊り続けとるけさ、いけるようになったけど、じゃけどもうほんま猛練習したもん昔で。ワンルームディスコって曲は1年間歌い続けた歌じゃったんよ。なんか3月に多分リリースしたんじゃけど、一生新曲出ずその歌だけで乗り切ってって言ったらあれだけど、やりきって、ほいで特番もこの歌で出てて、すごい思い出のある歌なんじゃけど、選んでくれてね、すごい嬉しかった。で、その歌をね、まあ一日じゃと難しいけいうことで、もう一回リハやらせてくださいって言って、ご本人から、そういうリクエストがあったんだって。で、それで、ってお忙しいのに、他の人ともコラボいっぱいやるんよ。だけそんなん雇っちゃったらもう忙しゅうって難しいんじゃないかって言ったけど、ちゃんと月曜日に集まってから、ほいでもって私らともリハーサル、わかる？ほいじゃけ5人とイレブンプレイの2人と先生とみんなでリハーサルしたわけで、もその時にはさ、もう本当に靴履き替えながらバーンって、新しい場所でうまくやっていけるかなとか言ってるいうの、歌詞をなんかセリフみたいに言うんだよね。
マータン、すごい面白かったわ。ほいで、なんだったっけ、新しい場所でうまくやっていけるかなとか、あと、なんだっけ、面白いこともないし、とにかく歌詞で言ってくれとったよ。楽しいみたいなさ、歌詞があんだよな。ちょっとごめんね、あの私が歌ってる歌なんだけど、ちょっと歌詞忘れちゃったんだけど歌詞をまるでセリフみたいに普段の生活の中で言うみたいな感じで歌詞を言っていったの。そう、もう本当にもう面白かった。でそれで一番最初にそれ言われて、もうみんなギャッってなって、そこにいるスタッフさんも、もうそこにいるもうみんながもう虜にされちゃって、もう最高だったわけ。もう超面白かった。もうマルさんも本当に面白いし、かと思いきやあのムータンはもうこってこての関西弁もうゴリゴリハザースハザースハザースとか、あーさあさあさあ忙しいのか、ほんまにありがとうなーとか、でも今日うわー料金忘れてもうたー、あー料金忘れてもうたー、あーもう忘れてもうたー、あー忘れてもうたーとか言って、リハギ忘れたらしいんよ。でそれでもさ、なんか正直入ってきた格好がさ、なんか白い T シャツに、それでなんかメッシュの生地みたいなズボン、あのサッカー選手が履くみたいな、そうサラサラ生地のズボンに突っかけてきとっちゃったよ。だけどもう、あ最初からリハギで着とってんじゃん思ったら、どうやら私服じゃったみたい着替えたい着替えたい言うて、でもまあ仕方ない忘れたわ言うて、もうブーツ履いて、でそれで T シャツをインしてお願いしますみたいな感じで超やる気いっぱいだったんだけど、ほんまにもうね、マネージャーさん敏腕じゃね、5分10分ぐらいでズボン買ってきてくれてから、ほいでサイズもぴったりよ。あんな華奢な人のねズボンがその辺に売っとるんじゃ思って、すごいなと思ったけど、じゃんじゃんって履き替えたらまた半ズボンなよえ、半ズボンから半ズボンに着替えとって、そしたら膝に当たると邪魔やしとか言って、って変わっとるねー言うて、それで始まったリハーサル、すごかったわ。やっぱムータンは結構ね、何度か Perfume の、振りをねコピーしてくれてるんですよ。ご自分のね、お一人でやられてるやつでもコピーしてくれたりだとか、あとそれこそエイトジャムさんでもね長エイトジャムさんでも私らがね出させてもらった時にコラボして4人でね踊らせていただいたねっていう歌を踊らせていただいたりだとか、であの時はねスーツみたいなお衣装で歌っとったわけじゃけど、もう今日はしっかりツインテールで、それで私たちと全く同じドレス着てねやってくれたわけだから、もう気合入りまくるよね。うん、リハーサルはもう3時間ぐらい続いたかな。うん、その中でも一緒にもう鬼連鬼連鬼連で、あともう少しなんですって言いながらね、まるちゃんはまだまだ言って、自分はもう全然できない、もう全然まだまだやだわ、もうちょっとなんやけどね、もうちょっとなんやけどねって思って、まだまだだやまだまだやわって言って、もう向上心の塊じゃね、一生自分のことをなんかもうそうやって反省して反省して帰り見て帰り見て、次へ生かそう次へ生かしたいっていう、そういう向上心の塊、素晴らしいなって思って、だけどできるようになってるとこがほんまにあって、できるようになってるとこがあるよ言って、大丈夫大丈夫って言って、私もそんなこと言いながらも、私たちもいつものワールドディスコとは違うタイミングだったり違う振り付けをね踊ることがあったもんじゃけん、ほいじゃけん自分らも精一杯で助けることなんかねあんまできなかったんだけれども、互いに鼓舞し合いながらできてたよ、2番のところちゃんとできてたよ、でも私もまるちゃんもこのシャンプーをしながらここだねって、私もここ間違えちゃってごめんねとか言って
言ったりとかしながらね、互いにこぶ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 し合いながら一緒に一緒に高め合って練習したのそうで、それで休憩の時にね、一緒にね、私ら甘いもの飲むのが結構好きで、なんか集中力高めるためにね、そういうのを楽しみに頑張るんだけど、その日はねミルクティーを飲んだんよ。なんかね、クリームの乗ったやつだったんだけども、うん、同じものを飲むとね、やっぱりなんかね、こう士気が上がるっていうかね、うん、一緒にこう頑張ろうねって、同じもの飲んだし頑張れるよねって、なんか、うん、本当頑張れた。うん、あの時間も本当に楽しかったです。5人だけでお話ずっとしてさ気づいたら20分くらい経ってて死ぬほどおしゃべりしちゃってた、うん、でもなんか本当先を生きてくれてる、かっこいい背中を見せてくれる先輩としてね、そのいろんな芸能界のことも教えてくれるけど、私らがアジアツアーを今行っとるっていうのをね、聞いてくれて、でそうしたらなんかこういう風なことがちょっと危ないよ言って、なんかなんていう、中国に行くときにいろんな申請せにゃいけんの、多分ほんまに何もかも申請せにゃいけんくて、じゃその中で北京オリンピックに行かれたと、ムータンはすごいよね、ほんとほんとにすごい話だなと思って、そんなの本人から聞けるんじゃと思って、もう驚きじゃけど、もうご自分からお話ししてくださって、そしたらなんかその時にほんまに気をつけやみたいな、ほんま気をつけなあかんでみたいな、このアプリな入れなあかんでみたいなことでアプリいろいろ教えてくれてほんまに優しいおっぱじゃない、もう本当に楽しかったね。そうで、それでなんかマルさんはノッチにちょっかいを出すっていう、そういうなんかこう癖みたいなのが出てきちゃってたけど、うん、そこは、うん、ほら怖がってるでとか、そんな風に困らせたらあかんでっていうムータンオッパーからのね指摘がございまして、スーってなってましたけどね。ではで練習も再開して、もう何度も何度も曲で通して、そして衣装合わせも一緒にしてデザイナーがね、武田敏夫さん、私たちパフュームのいつも衣装を作ってくれています。今ね、衣装店もパフュームやってるんですよ。コスチュームミュージアムっていうの、あれ宮崎で今やってるんですけど、そう、そういえばこれ新しく宮崎でこれ始まったんだって。かわいいよね、これ新しいやつ。これなんか付箋なんですけど、ダイカット付箋ね、衣装で付箋になってるの、かわいいよ。そう、とかでもたくさん展示されてる、その武田さんが今回作ってくれて、私らのお衣装もそうだし、それをこうメンズ用にアレンジしてくれて、のっちがいつもパンツを履いとるけん、それのこうちょっと長いズボン系なんだけども、もともとスタイルがめちゃくちゃいいから、だからその女装した時に全く変じゃないわけよ、わかる？もう顔がえらい小さいし、ほいで腰の位置もえらい高いわけ、ほんま驚いたわ。ほいでいろんなカラーの衣装がほんまに似合うんじゃね。あんな色のさ、色着せられたらさ、普通男の人はさびっくりすっとんきょうっていう感じになるじゃん。だけどもうスーッとはまるわけよ。ほいでそのお衣装を着てくれて、でその実はそのフィッティングした時にはちょっと腹チラしてたんですよ、お二人が。ちょっとこうやっぱりフィッティングからちょっとやっぱり体絞られたのか痩せられてたのかわかんないんだけど、パンツがちょっと大きかったのかな、腹チラしててお二人ともえ、そう K-POP みたいな感じになってたんですけど、ちょっとそれ良くないねってなって、ちょっとお衣装をね少しだけズボンをこう伸ばしたりとか、ちょっとキュッとね、サイズを変更したりとかして、でそれでまあお疲れ様でしたしたんだけど、いや面白かったね。ほんと本番もリハーサルもめっちゃ緊張しましたけれども、鬼痩せ、私らも本番中超鬼痩せになっちゃったんだけど、でもお二人も本当に可愛らしいチークやメイクしてくれてて、しかも茶髪のねムータンは二つ結びで、絶妙にちょっと低いこの耳のちょい上みたいなところでポイーンってしてて、でそれでマータンはこうやってくるくるのカールでした。かわいいね、本当に顔がちっちゃいから似合うよね、うん、本当に
もう可愛かったです。可愛いっていうのがさ、本当にさ似合うよね。なんか2人とも本当になんかテリアさんでさ、なんかずーっと恥ずかしがり屋さんみたいな感じじゃん。で、Perfumeの振りってなんか寄り添い合ったりとか、なんかこう向き合ったりとか、目を合わせたりとか、手を合わせたりとかするところがいっぱいあるけん、そしたらあの1番も2番もあの気分わかるいっていうところもこう向き合ってるんで、1番はあの1番は多分ムータンとノッチが向き合ってて、マータンとカシウカが向き合ってたので、それで私は前を向いてるんだけど、2人どもがこうやって向き合って目合わせてるのは私は真ん中でこの2組のが見れたわけ。でそれであー本当にコラボしてるんだって、もうそれぞれが本当に緊張してたりとか、あこれ次なんだっけとか考えてたりとか、あとはなんかそれを察してなんかニコってしてたりとかっていう、それぞれのなんかこうなんかなんていうの、表情って感覚みたいなのがこうバーって見えたわけ。でこうなんだろうなーって私は思いながら見ても本当に幸せ。1番ね、でなんだけど1番のその最後のところのサビに入るところは私はもう難関がいっぱいあったから、その内田のしくなるでしょっていう、もう全部やったことのないタイミングでやらなくちゃいけなくて、それももうトク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 ってなりながらも、次はムータンがいた、それだから一緒にやったりとかして、それ2番はさ、あの私がねマルちゃんとマータンと一緒にこう顔を合わせて一緒に踊るわけだけど、そこがね本当に緊張して、振り付けが違うから2人だけ違うの、2人だけ違うから、そう向き合ったりとかして、ちゃっちゃんだけど気になるカロリーって、またこうカロリーでまた向かって、で気分わかるい、うん、あーでここで向いた後に2人でこうやって顔を見合わせてるから、なんかもう2人ともわーってなっちゃって、次の振りをうんシャンプーでうんって入らなきゃいけないのに忘れちゃうわけで、うんってなってあっていつもなってたんだけど、本番は2人ともできてた、イエーイ、うん、シャンプーをしながら目を閉じたままつかん、シャワーも出せないけれど、うんうん、これも本当にねいっぱい緊張しましたけど、もう最高の時間でしたね。はい、もうあれはもう最高潮に盛り上がった。見てくれた人ありがとう。見に来てくれたっていう人いる？これ見たよみたいなとこ。そう、あの一番最初のさ、でん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 、十巻間の前にさ、よく私さ、ありがーとか言うじゃん。わかる？そこが今回はマータンが言ってくれたんよ。練習の時から。すごいいっぱいいろんなの言ってたけど、もう最終的にめちゃくちゃ良かったよね。さあ、いつもスーパーいいの盛り上がっていこうみたいなこと言ってた。あれでもう私らも横向いてなきゃいけないんだけど、ぶち上がっちゃって、うん、あれも最高だったなね。え、あ、見たよ、お二人のコラボ最高すぎました、嬉しい、見たよ。Perfume、8も Perfume も長年大好きなので嬉しかった、またコラボお願いします。またやりたいね。そうで、それで本番がまああのそのコラボじゃあまあ終わりましたってなって、でもうちらのさステージはまだ続くわけよ。でそのうちのとっておき3、これが PTA っていう Perfume とあなたっていうコーナーで、声とか体を動かしたりとかしてみんなで遊ぼうっていうコーナーなんだけど、その中でまあ、いろんな人の歌歌ったりとかやらせてもらったりとか勝手にしちゃうんだけど、今日はエイトさん の前向き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 スクリームっていう歌をねちょっとやらせていただいたんですよ。でそれも昔紅白さんでご一緒した時に、実はなんか中継で、私たちは黒柳徹子さんとかがいるスタジオの前だから、コロナのあたりだったから、紅白さんもいろんなところで中継でいっぱいいっぱいやってて、でその時だったから
中継でその前向きスクリームを踊ったわけ。前向き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 、はいはいはいとか言って、でそれがなんか本当そのスタジオの皆さんもなんかね本当にめちゃくちゃ盛り上がったので、みんなで歌っててみんなで踊ってたわけ。わかる？あのグルーヴ感ってなんかコロナでこうみんなと一緒に多くの人に会えなかったり、みんなと一緒に多くの人と集まれなかったりした時になんか久々にガーってみんなでなんか燃え上がったエモーショナルな時間だったの。でもそれが本当にあの紅白さんでのあの時間がもう忘れられなくて、やっぱりあの歌詞も本当に素晴らしいし、あの歌で本当にねもう今もなんか間違ったらね涙してしまいそうなんですけども、本当にいい歌なの、うん、でもそれはやっぱり誰が歌うからというよりかはやっぱりエイトさんが歌ってるからあの歌が本当にめちゃくちゃ素敵に聞こえるんだと思う。そうあの歌をね、あの Perfume もあの中継先でこうやって踊らせてもらったあのエモーショナルをあの紅白さんだけじゃなくって視聴者の皆さんもきっとあれ見てたと思うけど、でもこれをエイターの皆さんと一緒にやってみたい。そして私たちのファンの人たちにもぜひこのエモーショナルを一緒に体感してほしいって思って、でそれで今日ね PTA のコーナーでやるっていうのをまあ、あのリハーサルの時、私たちがリハーサルに入った時にあの決めさせてもらったんだけど、本番の朝のリハーサルでは秘密にしとったんよでそこのなんか大体ね曲順表みたいなのを大体セットリストをなんかいろんなとこに出さないといけんのんじゃけど、あの PTA のコーナーっていうのであの分数を書いとっただけで、それでその中身を何やるんかみたいなの書いてなかったんよ。じゃけんほんまにサプライズでやったんですよねそうで、でもそれもなんか今日あのスーパーエイトさんがこの前向きスクリームを本番でやられるんだったら先にやっちゃいけんねってなって、じゃあちょっとセットリストを伺おうってなって、でそれセットリストをその随分ね私たちがリハーサルに入ってる頃ですから随分前だったんですけど、やっぱりスーパーエイトさんちゃんとセットリスト決められてて、そして伺ったらそれ入ってなかった、じゃあいっかって、じゃあ入ってないんだったらみんなで一緒にやれるかなってなって、もうそっから猛練習どこを練習したんねんって感じだけど、もうね歌詞もいっぱいいろいろあのどこの部分を使うかっていうのも本当に悩んだんだけども、今回本当あのコラボも含めて、そう PTA も含めて、私たちの新曲ももちろんやりたいし、それも全部含めて40分っていう、まあ、フェスの中ではそうですね、私たちがフェス出させてもらうときはまあ、そんなもんですけども、そのくらいですけども、あの最近ちょっと長いのが多かったんで、あもうあっという間に時間になっちゃうねって、もうなんかそういうね贅沢病と言いますか、本当に本当に天狗になんなよっていうことですけども、40分の中で自分たちを表現するにはっていうところをね今一度もう一回考え直させてもらった時に、やっぱりこれは必要だよねっていうので、まあ、組ませていただいたんですけども、まあ、その中で前向きスクリームは絶対にやりたくってやったんです。本当そうそう1時間くらいが多かったの。そうそうそう、よく覚えてくれてるね、みんななんか見てくれてるんだね、いろんなフェスにさ、ありがとうね。そう、そしたら練習も一緒にこうやってやったんだけど、練習なんかマジで必要ないぐらい、やっぱあの歌ってさもうみんな知ってんだよね。でそれでやっぱ歌が始まったらみんな踊っちゃうんだよね。これってほんまにすごいことよね、世界平和、ほんまにもう素晴らしいよ。こんなにいい歌がやっぱりもっと世界に広がってほしいなって、なんかそんな風に思った時だったね。それ前向きスクリーンって言ったら、ほなじゃあほならって言って始まって、でそれでみんなで前向き前向きって言ったの楽しかったね本当に。マジでラブ&ピース
もうそんな空間だった。もう本当に優しい皆様、本当に最高の皆様に囲まれて最高の時間でした。ありがとうございました。はい、まあそんなことでね、ライブを無事終えられて、でそしたらなんかライブ終わって、私らイヤモニっていうなんかイヤホン、耳にね音が出たりとかするやつを入れててね、でそれでプラスヘッドセットつけてるから、その機械とかもあって、でもそれが次の出番の方がいらっしゃるからすぐ撮ってねって言われとったんよ。じゃあもう急いで撮りよったら、そしたらムータンとマータンが横のねトークスペースみたいなところでバーって入っていかれて、さ画面のちょうど見えるところにおったんよ、裏ので、そうしたらなんかもう前向きスクリームやってくれると知らへんかったから、マジでほんま驚いたやーみたいな、さもうほんまもう最近涙腺弱なってもうてーみたいな、もうほんま弱なってもうてー言って泣いちゃったんだって。本当に優しい人たちだよね、本当にピュアな、美しい人たちだなと思いました。でも私らも本当なんかこの歌のエモーショナルな感覚、忘れられない感覚を皆さんと一緒に共感できたのももう最高に楽しかったし、それをねまさかご本人にねなんか見ていただけるのかっていうのもねまた特別だよね。ああ本当サプライズ大成功で、ムータンもマータンも本当喜んでくれてよかったです。はい、でそれでなんかいろんな取材だったりなんかインタビューとかあった後にライブはずっと続いていて、石崎ひゅーいさん歌われててね、コラボも素晴らしかったね。ほんとやすさんと一緒に歌っとっちゃったわ、名曲をね。歌はさみんな歌えるんだね。一生そばにいるから一生そばにいて、一生離れないように一生懸命にきつく結んだ目を、なんかこういうこんなんだったよね。なんだっけ、結んだ目をなんかほどけないようにだっけ。いやいい歌だよね。石崎さんもびっくりしてたよ。だってさ埼玉スーパーアリーナでさ自分の歌をさマイクをカンってちょっと歌ってみてって急に言ったんや。なのにお客さんが信じられない声量で歌い出したんよ。もう感動したわ私らもね、裏で、そういうなんかこうエモい瞬間がいっぱいあったね。でそれでその歌が終わったやすさんとよここと一緒にテテテテって出て行って、でおしゃべりしたわけで、それでなんかいろんな感想を言ってくれてさ、お二人はその Perfume のダンスを踊ったことがある二人じゃけん、だけどもう気持ちが分かるわけ、ほんまに大変じゃろうねあの二人は言って、ほいでえらいねぎらっとっちゃった、優しいな思った、おらんのにから言っとっちゃってね。ほいでそしたらなんかそのエイトジャムさんでもし一緒に何かをやるとしたら何がいいと思うとか、あとこういうことやってほしいとか思ったら何だと思うみたいな言われて、めちゃくちゃ面白い質問じゃん。でそれでなんじゃろうと思ってクタ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 っていろいろ考えとったわけ。そしたらカシウクがマジ最高の5名と、みんなで一緒に8人で謎解きの脱出ゲーム行きたいですって言ってて、天才ってなって、もうだってさ謎解きって皆さん知ってますか、脱出ゲーム。その脱出ゲームもなんかいろいろなのがあるんだけど、ルームのがあって部屋の中に例えば10人とか入ってね、その10人で1時間ぐらいでその謎を解いていくので、それもいろんな物語があったり設定があったりする中で、それぞれがそれぞれのことを謎を解いて、私はこの謎を解いたよ、僕はこの謎を解いたよっていう、それぞれの謎を持ち合ってみんなで共有共感し合って、それを把握しながらも次の謎を解き続けていく。で最後の大謎は一つの謎だけじゃないよ、いくつものこれまでの謎も全て使っていろんな謎と組み合わせて、ひらめきも一緒にこの謎を解いてこの部屋から脱出するっていう、もう最高の脱出ゲームがあってさ、
いやもう本当にぜひね、行ったことない方は行ってみてほしいんですけども、その謎解きをね、あの一緒にやりたいって言ったの。もうゆかちゃん天才じゃなと思って、ほいで一緒にその8人でやりたいですって。だってさ、うちらも謎解き行くとき絶対3人で行くんよ。なんで3人で行くんかっていうとさ、わざわざじゃあさ、これの今言ってた情報を看板に書いてとか、このさ今あった謎をさ全てまとめといてとかさ、じゃあ私この理数系が得意だから数字の謎をやってみるねとか、そんなこと言わんでもそれぞれが得意なこと知っとるけ、こうパッて目を配ったらその人がそれを行く、私はこれをやっといた方がいいだろうっていう、これを私が多分得意だと思っとるじゃろうけ、これをやってほしいはずみたいな感じで、それぞれが空気読んで、私これね、私これねみたいなのをやっていくんよ。じゃあほんま3人で行くとほんまに楽しいし、かつほんまに脱出率が高いんよ。じゃけんエイトさんも多分そうじゃ思うよね。もう一生一緒におるだろね、一生そばにいるから、一生そばにいて一生離れないように、一生懸命にそう、そんなエイトさんもね、多分5人もおるだけ多分役割があると思うよね。なんかほんまリハーサルの時にも感動したのが、メンバーも言っとったけど、あのほいじゃ、じゃ、先輩、じゃ、先生、じゃ、タイミングはお願いしますとか言って、村上さんはほんまにもう何回も何回もその曲でやろうみたいな、でその曲で何回も練習しようみたいな、ですっごいストイックなタイプなんよ。練習が終わっても一回水飲んだらもうすぐ自分の立ち位置に戻るみたいな感じで、ほんまに真面目な人ね、ストイックなんよ。でなんじゃけど、もう丸さんがもうどこが間違ったのかもわからんっていうくらい、もう頭がいっぱいいっぱい、すっごい気持ちわかるんよ。私もほんまにそうなるけん、どこが間違えたもわからんし、どこが自分が覚えれてないんかもわからんし、どこを練習すればいいかがわからんのよ。で次の曲に行くときに、その次の曲にまでの反省をどこをしたらいいかがわからんわけ。それってもう一向によくならんじゃん。ほいだからそれよくないんじゃけどっていう、もうなんだけどわからんけど、もう頭がいっぱいいっぱいになってしまうって。そりゃそうよ、ジャニーズジュニア時代から以来のダンスなんじゃけ、そんなんもう当たり前じゃん。ほいなんだけど、その様子を見て、じゃあ先生、じゃあタイミングはお願いしますって、村上さんがそのタイミングを丸山さんに預けるわけ。もうほんまにメンバー愛じゃろ。まるちゃんのそういうところをちゃんと村上さん見とる。ほいで何かを言うでもなくそうやって言って伝えたんよ。もうそれも感動じゃし、ほいで当初終わった後に、ああここできひんかったとか、あここのここがこういっちゃうねん、頭では分かってんねんけど、分かるねーって言うよ村上さん。もうあの共感、あの共感なんなん、もうおばちゃんじゃない、おじさんおばちゃんみたいな、ほんまおばちゃんみたいな、分かるねー、めっちゃ分かるねーとか言って、もうほんまに包み込むよ、優しさで。ほんまに愛だね、村上さんもほんまに愛の人だし。ほいで丸山さん、丸山さんでずっといろんな人に気にかけて、いろんな表情、いろんな人の表情を見ながら、いろいろ冗談入れたりとかして空気をどんどん良くしてくれるわけ。もうほんま空気清浄機じゃね。もう地合いいのもびっくり、もうほんまに素晴らしい空間じゃった。そうやって言ってそれぞれを思いやっとんよ。うん、そう、丸山さんはほんま世界を良くしとる。ほいで村上さんはほんとメンバーそれぞれの特質を捉えてほんまに支えて包み込む、うん、感動したね。そんな風に今回そうやっておじさんおばさんがいたり、空気清浄機の GI イーノさんがいたりしましたけれども、あと3人いるわけなんですよ。それぞれの個性もきっとあると思います。でそういういろんなみんなで力を合わせて、それでみんなで謎を解きたいんよ。これはほんまにやりたいわ。番組でやってくれんじゃろうか。
ほんま番組じゃなくてもええわ。なんかどっかの動画でやってくれんじゃろうか。ほんまにこれは楽しみにします。ほいでノッチが言った。ノッチに聞いてくれてよく行こうか。そしたらね、ちょっと贅沢かも分かりませんけれども、8人で今度はダンス踊りたいですって言ったよ。それも天才、ほんまじゃねえ言って、もうこんな最高のアイディアないじゃろ思って、カシュカも天才、ノッチも天才、もう私はもう震え上がっちゃって、いろんなことが想像できて。8人で踊れたらいいよね。この今日の5人でもほんまに今日だけがもうもったいないわー言うていろんな人が言ってくれとっちゃったんよ。でもしかしたらなんかでねまたできるかもしれんし、みんながね見たいと思ってくれたらね、そういうこともあるかもしれんし、そんな時に8人でもなんか挑戦できたら面白いよね。ねえ、もうそれぞれね本当に才能豊かな方たちなんでね、みんなで私たち最後まで見させてもらったの、スーパーエイトさんのライブも。でそれであとねコラボも腹いっぱいも見させてもらってめっちゃ楽しかった。ほんといい歌が多いよね。いろんなタイプの歌を歌ってくれるからさ、なんかもうコロ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 表情も変わるしさ、見とってほんまに飽きんというか、どんどん魅了されていくよね。もう今日ライブ1本やったはずなのにゴリゴリに踊りまくって、イヤホースワンで行ってよかったです。はい、そんなコーナーでスーパーエイトさんのスーパーエイトフェス出演させていただきました。皆様ご清聴ありがとうございました。はい、そんなことで、まあ今日からねイベントグッズみたいなのが発売されてたんですよ。でまあその中に T シャツだったりタオルだったりあったんだけど、これ見て、あ、これちょっとチョコケーキついちゃったこれこれね、よもよも系。今回ねよもよもスプリングっていうこのなんかサウナみたいなこれをこうやってさ、こんな風になってて、こうベルトループとかにつけれたりとか、こう好きなところにこうチャカンとかつけれたり、これをここにこうやってつけて、ね、こうやっておいでにこうやってやって、なんかリストバンドともまた違うけど、こうやって手をこうやって振ったりしたらカチャ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 って楽しいみたいな。これパフュームって書いてあって、パフューム2024、あーちゃんかしゅうかのちー、こんなんだったりとか。でこれをね、ポポちゃんとベベちゃんにつけるとめっちゃ可愛いのよ。ちょっといい？はい、じゃーん、ボボちゃんもパン、ベベちゃんもパフュームさんだったんだね。こんな風にしてね、ねえ、これでね、首輪みたいな、これね、結構緩いです、これだから、そんなキュンキュンになんないからね、全然つけてもらえる。こうやって可愛いよね、ワンコとかにつけたり、自分の大好きなお人形さんとかにつけたりとかしても可愛いです。じゃあ、お写真撮って。ベイちゃんカメラ見るんだよ。ベイちゃんカメラ、ベイちゃんいいかな。はい、こんなのもあります。はい、そう、こういうのもある、かわいいよ。ポポちゃんも見たいですか。はい、ポポちゃんね、ポポしてましたね。ポポちゃんもありますよ。ポポちゃんもね、はい、どうぞ。はい、ポポちゃんもかわいいです。ポポちゃん白いからこれ分かりづらいね。はい、こんな風に、はい、ありがとうございました。ポポちゃん可愛いよね、これほら見て、これすごい可愛い。ちょっと眠たい、ちょっと眠たいね、ありがとう。はい、こんなのもありました。それでね、パフュームオブパフュームっていうパフュームのオードトワレ、昔から作ってるんですけども、これがリニューアルしまして、ジャケットが変わりました。かわいいよね、これすごい気に入ってる。これもどうしようかな、こう、はい、これ
よもよもって何ですかってずっと来てるけど、なんかこれがよも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 ってして見えない？これがよも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 ね。だからカシウカがよもよもってつけました。はい、よもよもスプリングって勝手につけました。はい。はい。それでこれはパフュームオブパフューム、これ今日もねイベントのところで販売してました。かわいいよね、結構気に入ってます。このなんかグリーンの感じが、このキャップの感じがねすごく匂いに合っとる。これはどういう香りかっていうと、まあちょっとポポちゃんたちこっち来ないでね。はい、うん、結構アロマ的な香りなんですけども、少しスパイシーなんよ。うん、これでこれ昔からね、私らが本番前にうまくいきますように、私たちは大丈夫ってこうおまじないとしてつけてた香りにを目標に作ったとあれなんですよ。そうだからこれをつけていつも本番前にこう出たりするんだけど、この香りをねみんなにも同じおまじないの香りをこうつけてもらえたら、普段にライブにもこれをつけてきてくれたらさ、普段にこうこの香りか嗅いでパフュームを思い出してくれたりとか、この香りを嗅いでまた次いつ会えるかなと楽しみにしてくれたりとか、なんか香りってパフュームって人をそのなんか昔を思い出させてくれたりさ、なんか楽しい日をさ思い出させてくれたりとかするさ香りじゃん。だけんまあこれをみんなにもなんか日常生活の中で一緒になんかこう使ってくれたら嬉しいなと思って、うん、今回も、今回こうやってジャケット変えて作ってみました。はい、こちらもよかったら皆様チェックしてください。はい、そうです、前回と同じような香りです。はい、そうです、そうです、香りの記憶ってすごいよね。ほんまそう、音と香りはリンクしますもんね。だってあら、このね今日つけて参戦したよ、ありがとう。ほんま、そう、これ私らもつけていました。もうねこの香りはねなんかねつけてもらった人にしかちょっとわからんかもしれんけど、なんかスパイシーなんじゃけど、最初はスパイシーなんよね、なんじゃけどなんかどん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 自分の肌に馴染んで、やっぱまあ人の温度とかやっぱ皮膚のあれにもよって匂いが変わるんかもわからんけれども、アロマっぽい感じだから、なんかそんなにね私も香水をゴリゴリつけるタイプじゃないんじゃけど強くないです。うん、やけんおすすめですね、皆さんと素敵な香りの記憶を一緒におまじないの香りつけませんか？はい、こちらもまた多分なんだっけ、 A スケッチじゃなくてアミューズなんとかちょっと忘れちゃった、 A マーケットじゃなくてなんだっけ、なんとかのお買い物を、あ、スマートだ。いつも忘れる。アスマートで売っとるみたいじゃけんね。よかったらチェックしてください。はい、そんなことでしょうか。今日はねアクセサリーねよく言われます。これはねラブシャックファンシーというアメリカのブランドです。ニューヨークのだと思ってたんだけどね、ニューヨークのブランドです。はい、これ前も多分紹介したかな。でこれはマリハっていうところのダイヤモンドのねちょ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 ってちっちゃく、これつい最近ゲットしたネックレスです。一番ちっちゃくしてつけてます。これもだね、これもマリハで、こっちはレポシー、レポシーっていうところの、これはね実はハートになってるんですよ。これわかる？ハート、こうやった方が分かりづらいよっていう、あ、分かったか？ハートなんよ。そうで、こっちはシェイプドダイヤですね。はい、そんなことでほくろ、はい、そんなことでしょうか。首虫刺され、よく分かったね。なんか最近
私やっぱ蚊にめっちゃ刺されやすいんや。そういう人おる？どうやっとん？わかる？ほんま刺されたら、かき始めたら終わりじゃけね。もう去年のそれこそスペインのフェスの時とか、あのほんまスペインに入ったその日に蚊に刺されて、私こんなに腫れたままステージやったけ。信じられんだろ。もうね、刺されたらめちゃくちゃ腫れやすいし、しかも刺されやすいんよ。なんで？私の血が美味しい？それともなんか成分があるんかね。知っとる人がおったら、まあなんかコメントだったりなんだったり入れてください。はい、ではそんなこんなで遅い時間まで本当にありがとうございました。スーパーエイトさんはまた明日もフェスティバルあるそうです。遊びに行かれる方は、本当に楽しんで、明日しかないね、その時間を心から満喫して帰っていただけたらと思いますし、今日行ってね、まだ明日休みだよっていう人はね、余韻に浸って私たちの The Light という曲を、ダウンロードし、そしてあ、こんなダンスだったかなってそんなこと思いながら聴いてください。はい、私たちは次は上海のライブです。頑張ります。ククーということで、満月フルムーンライブありがとうございました。なんだっけ、何ムーンだったっけ、それだけちょっと教えて。なんかブルームーンじゃなくてピンクムーンだっけ、何ムーンですか。ちょっと誰か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 、あ、ストロベリームーンだ。そうだ、ストロベリームーン。すごいマルさんがずっと満月やからねって言って、ストロベリームーンはなんか愛する人と一緒にいると一生結ばれるみたいな、本当にロマンチックなことを言ってたよ。そういうところもいいよね。はい、ということでありがとうございました。またねー。